一旦は追いついたジャイアンツでしたが、この佐伯の一発、8回の裏ランナーを置いてツーランホームラン、完璧に捉えました。佐伯の第8号ツーランホームランで5対3、ベイスターズが勝ち越しに成功しています。ここまでの放送は永谷園、エーザイ、日産自動車、サントリーと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そしてベイスターズのマウンド上、大魔神のいないこの抑え島田が斉藤隆に代わって最後のマウンドになるんでしょうか。島田対ジャイアンツの打線です。2点を追いかけるジャイアンツ、9回の表、この回は先頭バッター三岡からです。ワンストライクワンボール、三岡は何としても出塁したいところ。ホームランも12本今シーズン放っています。そして前の打席でヒットを放ちました三岡です。さあこれは面白い当たりになるぞ。しかし佐伯追いついていく。ワンアウトランナーありません。そしてすかさずピンチヒッターを送ります。村田義則を送りました。さてナイター中継終了の時間ですが、このままナイター中継を続けさせていただきます。発掘あるある大辞典はこの後時間を変更してお送りすることになります。どうぞご了承ください。ワンアウトとなってピンチヒッター村田義則を送ります。マウンド上は大魔神のいないベイスターズ、日替わり魔神になりますが今日は島田です。8月の4日広島16回戦で登板して以来のことになります。高め、これは釣られません。まで6連勝という今シーズン初の白星の重なりですが、ジャイアンツ村田も打ち上げてしまいました。これもライトフライ、佐伯がつかみます。2アウト。そして元木を今度は長嶋監督を送ります。代打構成、ピッチャーの川原に代わって元木を送ります。おとといも元木はピンチヒッターで登場してきました。なんとしても食らいつきたい元木です。レフトスタンドは元木コール、その気持ちに応えることができるか。6連勝のジャイアンツ、このあと火曜日から中日に3連戦というのがあります。名古屋ドームに乗り込んでの対中日3連戦。まあ当初から関根さん、長嶋監督はこのベイスターズの3連戦、まあ、昨日雨で流れてしまいましたが、はい、それと次の中日3連戦、はい、6つを1つのパッケージとして、ええ、そこを4勝2敗で乗り切れればという話をしてました、はい、まあ、大事な1週間であることは間違いないですけど ね、初戦は制しました。そして今日は途中同点に追いついて、そして9回ですが2点のビハインドを追いかけます、ね。まあ、これからの戦いの上においてね、はい、元木の不振っていうのは実に応えてますね。当初シーズン初めは非常に良かった時期があったんですが、これからの本当の正念場が来るときに元木の不振は応えてます。オールスターの前から調子を落としました。元木打ち上げた、ファールグラウンド、進藤が
見上げて今取りました。ジャイアンツ敗れました。松井の一発も出ませんでした。代わりに飛び出したのは佐伯の見事な勝ち越しツーラン。5対3、ベイスターズが10連勝の後3連敗で止めました。斉藤隆から最後は島田がナイスピッチング、見事セーブポイントを上げています。一つ大きな仕事を終えました。島田が今は一つずっと息をしました。今日の試合を簡単に振り返っていただきたいんですが、杉浦さん、はい、ね、バントっていうのが実に大事だなと思います。ありましたね、はい、そうになるバントの失敗、はい、江本さんはどんなふうに言いましたか。やっぱりピッチャーのところで ね、しっかりやっぱり役割を果たさない時間だということですね。さあ、その佐伯が今日は殊勲の一発でした。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。したかったです。見事な勝ち越しのツーランホームランを放ちました佐伯のインタビューを、今お聞きいただきながらになりますけれども、関根さん、はい、連敗3で止めました、はい、ベイスターズ。そうですね、やっぱりまたこれから怖いですね。そうですか、はい、そしてジャイアンツはこれから火曜日ドラゴン戦になりますが、ね、はい、中日戦がやっぱり一番ね、正念場ですよね。そうですね、はい、ここをどう乗り切るかが、この後のベイも追っかけてきますしね。そうですね、面白くなりますね、はい、今日は関根さん、そして山本さん、どうもありがとうございました。この辺で横浜からお別れします。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。